金イズルタケを10月24日隊は、コンピュータビジョン、ロボット工学を専門とする計算機科学者。顔写真解析や動画像の特徴点追跡手法、三次元画像復元の折り紙理論を構築。仮想化現実を提唱し、アメリカ大陸横断自動走行車も実現。一番いろんなことをやった、ロボット研究家とも呼ばれた。スーパーボールに投入された。 アイビジアンでも知られる。京都大学工学博士、2019年文化功労者。京都大学助手、助教授、カーネギーメロン大学高等研究院、教授、ワイタカー記念教授、ワイタカー記念全学教授、ロボティクス研究所、所長、生活の質工学、センターセンター長を歴任。産業技術総合研究所では、デジタルヒューマン研究センター長を務め、 2015年より、名誉フェロー。2014年以降も、カーネギーメロン大学に席を置きながら、大阪大学産業科学研究所特任教授、奈良先端科学技術大学院、大学国際共同研究室客員教授、理科学研究所特別顧問、京都大学高等研究院招平特別教授、日本学士委員会員を歴任。エンゲルバーガー賞。 京都省先端技術部門 IEEE Founders m e Found メダルなどの受賞者。兵庫県氷上郡春日町出身。中学校では生徒会長も経験し、兵庫県立兵庫高等学校を経て1964年に京都大学工学部電子工学会進学。1968年に学部を卒業し、1970年に同大学大学院電子工学専攻を修了し、 博士課程に進学。大学院では、坂井敏之の研究室に入り、世界で初めて面白い研究を施行し、音声タイプライターを世界初めて実現した坂井に圧倒されたという。また、チューリングの書籍やミンスキーの論文にも親しんだ。金いズるは、画像処理の研究に取り組み、 途中で行き詰まりながらも、長尾誠の助言で、万国博覧会の顔画像データベースの解析に取り組む。1973年に、京都大学の助手に着任し、1974年に、博士後期課程を修了し、工学博士の学位を取得。なお、助手をしていた頃にカーネギーメロン大学のアレン・ニューウェルと知り合い、客員として、同大のラジレディのもとに1年赴任する。 その後、1976年に、京都大学助教授に昇進する。カーネギーメロン大学に、ロボティクス研究所ができる際にラジレディから誘われ、再度渡米を決意する。1980年から、カーネギーメロン大学計算機科学科、ロボティクス研究所高等研究院。後に、マサチューセッツ工科大学教授となる、浅田春彦と、ダイレクトドライブロボットを開発した。 1986年頃には超高速3次元レンジファインダも実現している。1985年に同大学教授。1986年から大陸横断自動走行車の開発を開始。カーネギーメロン大学。1992年から2001年にはロボティクス研究所の所長を務める。1995年には自動走行車ナベラブ5が ハンドル手放しによるアメリカ大陸横断を95%の割合で実行する。1996年にはロボット分野最高の賞とも言われるエンゲルバーガー賞を受賞する。2001年の第35回スーパーボールにおいてスタジアム上にグラウンドを取り囲むように設置した30台のテレビカメラのパンチルとズームを同期して制御、撮影する。 映像エフェクト技術を開発し、CBS の全米テレビ中継で採用された。金いずる自身も同中継にビデオ出演し、当時スーパーボール中継に出演した唯一の日本人とされた。2001年に産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究ラボ長平人となり、2003年からデジタルヒューマン研究センター長。2003年には次長。 素人のように発想し、苦労とのように実行するが出版され、翌年文庫版も発行される。同書に記載された、金イズルの研究哲学は話題を呼んだ。クオリティオブライフにも着目し、2006年には、カーネギーメロン大学に生活の質工学センターを設立、センター長に就任する。2009年には、ブルース・ウィリス主演の映画、サロゲートにおいて、開発者の一人として、 カメを出演している。なお、この時期の指導学生に、オパンデイブを開発した、ローゼン・ダイアン・クオブがいる2014年には、大阪大学産業科学研究所の特任教授に、着任。また、奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科の客員教授にも就任し、戦略的国際共同研究ネットワーク形成プログラム、 国際共同研究室整備プロジェクトに設置されたネイストインターナショナルコラボレーティブ・ラボラトリー・フォーロボティクス・ビジョンにおいて、金イズルは研究統括を務めている。2015年には産業技術総合研究所名誉フェローとなり、翌2016年には理科学研究所革新知能統合研究センター特別顧問に就任。同年、京都賞を受賞する。2017年には、 京都大学高等研究院昌平特別教授。2019年には文化功労者に選出され、2020年には学士委員会員に選出されている。金いずるは研究室メンバーに対して毎週一人につき1時間、ミーティングの時間をとっており、それは真夜中の午前1時から始まることもあったという。また、キープイットシンプル。 テ t u ピットという続合学生に対して推奨し、自身の博士課程の頃の体験をもとに、できるやつほど悩むものだと行き詰まった学生を励ましていた。楽しく研究と題した学会誌の随筆では、楽しんで面白いことをやってきたと術壊しており、同記事の中で高校生への講演の後に、あなたは楽しんでいるね。 カーネギーメロン大学にいくら払っているのかと言われた逸話を紹介している。金ズルは自作のザウの名として、素人発想苦労と実装を考案し、書家の国久美子に書いてもらった書を自宅に飾っている。実装という言葉は一般に馴染みがないため、講演や書籍では、素人発想、苦労と実行という言葉を用いた。なお、素人発想、苦労と実行というものの、 決して素人とくロートが組めばよいと言っているわけではない。事例として、ゼロックス社のパロアルト研究所が、パーソナルコンピュータの原型、アルトを開発したことや、ホンダや、アシモを、ソニーが、アイボを開発したを挙げ、生活の質工学センターにおける、スマートヘッドライトの開発例も紹介している。また、博士課程の学生が、博士論文を書く頃に、 素人と苦労との狭間で良い仕事をすることが多いと指摘している。さらに、成功を疑うのが一番難しいと指摘し、ゼロックスがコピー事業の成功から抜け出せずにあると事業化できなかったことを指摘している。また、素人発想苦労と実行は自身に対する戒しめでもあると語っており、ルーカスかなで方も当初金イズル自身は論文化に否定的だったという。 2019年に、浅間はじめは、金にいずる語録として、以下を挙げている。日本機械学会誌における2006年のインタビュー記事では、役に立つ研究だけでなく面白いから、研究をする場合もあるのではという大学院生の問いかけに対し、面白いの裏にある背景や、持っている理論や技術から始まることを指摘し、と、応用と研究の関係を語っている。また、 研究やプロジェクトにおけるフィネス何とかしてしまう。正しく妥協をする。問題が妥協の仕方範囲を教え決めている。という観点を主張し、特にフィネスをバカにしたり、フィネスとインチキ差の差がわからない人は成功しないと、その重要性を強調した。なお、メッセージのある研究をしろと語り、学会誌の解説では、アレン・ニューウェルが学生に語っていた。 問題の一つ一つが解いてくれ、解明してくれと恋人を誘うように我々研究者を待っているのだという言葉を取り上げ、研究者や学生向けの講演でもと結んでいる。ありがとうございます。